みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい、なんでこうなった今日は私のお家で撮影してるということで、最近私が買った購入品とおすすめアイテム、まあ基本おすすめアイテムやな。もう購入品動画1年以上やってなかった気がするから、なんかあれやな、だから買った中でも何でも買ったものを紹介するんだけど、ほんまのおすすめやね。うん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 。なんかみんなからほんまにこの動画、購入品動画の復活をすごく願われてたので、前ほど頻度は高くないかもやけど、やっていけたらと思います。はい。だからさ、ここ最近のやからめっちゃ多いね。紹介したいのはね、パパッといきますね。はい。どうしよう、まず大物、せっかくのうちでなんで大物を紹介しようと思って。はい。まず一つ目、これは玄関に置く子供用の椅子なんやけど、楽天で見つけました。なんか保育園で自分でちゃんと靴脱ぎ着したり、靴下脱ぎ着してるとこ見ると、こういうなんか低い椅子座ってない、みんなわかる？てか探してんねんけど出へん。アミの値段教えてあげようと思って、みんなに。他にもめっちゃ色あるやん。そう、かわいいやろ。結構しかもさ、こういうビビット系の、うん、色が多い。2750円です。はい。私はピンクにして、なんか見た目もコロッとして可愛いし、コンパクトなんで、うちそんな玄関広くないんですけど、なんか場所取らへんっていうのもお気に入りポイントめっちゃ気に入ってる。このもう家帰ってきたらまずこの椅子座ってクッククック脱いで、靴と靴下脱いで、上着脱ぐってもうルーティンやし、保育園行くよって言ったらもうこの椅子座って靴下履いてはる。いいやん、なんかしつけにも良さそうな、うん、前までさ片足ずつこう履かす時に毎回こうバランスがさ、うんうんうん、なってたんですごい便利。じゃん、これも楽天に載せてる踏み台、6999円。そう、結構しっかりしたステップ、なんかしかも高さもめっちゃ変えれる。あ、そう、変えれんねん、好きな感じでっていう踏み台を買ったんやけど、なんか折りたたみの踏み台やったら勝手に畳んで手が怪我したってニュースがな、あるあるある、昔あったんで、もう踏み台は折りたたみじゃなくて常備のやつで、洗面が高いんですよ、高さが。で、子供がまだ背低いからさ、全然届かんから、この高いやつ探しねん。確かに、だってうちの家もうちょっと低くて、の半分ぐらいプラスチック、うん、半分ぐらいはいっぱいあんねん、うん、こんなに高いのがなかなかなくて。確かに結構高いですこれは。なんかでもこれ現役ママから聞いたみたいなもんな。こんな感じです全貌。これもこれを洗面所に設置してからは、帰ってきたらまず服脱いだら次洗面所行って、もうここに自分で乗ってる。すごいやん、ルーティン。でも自分で乗って自分で届くっていうのも嬉しいやろうな。そうやと思う。で鏡見て着きたんっていつも一回言って、可愛すぎ手を洗って、あの電気も絶対消してくれる。あー、もう嬉しいやん、絶対自分でできるのが届くからな。次、じゃん、これ 3COINS の豆椅子。なんかこの椅子すっごい好きやねん。なんか実家にもふみんちにもあるんやけど、すぐ座りたいって言うねんな。だからうちも買ってあげたかったんやけど、なんかちょっとデザインがさ、あんま可愛いの売ってなくない？うん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 。でアンパンマンとか、確かになんか喜んでたんやつって、アンパンマン今日やのに。そう、アンパンマン飲んでもいいなって思って、一回赤ちゃん本舗でアンパンマンの座らしたんやけど、あんま気に入らんかったよ。ああ、そうなんや。そうやね、なんかアンパンマンって指さすだけやね、うん、座りたくはないみたい。うん、アンパンマンに座るのはちゃうねんな。ちゃうみたい。それであんまこんなくらいやったら買わんとこうと思ってんけど、それがたまたまのインスタ見てたら 3COINS でこれが載ってて、300円ってこと？これが500円。安いやん。でも安くて、なんか色味も私の好みの色やったから、500円やったら買ってみようと思ってすぐ買いに行った。あー、でもここが、うん、やっぱ薄い。薄い、めっちゃ。あ、そうなんや。やっぱうちの家のは2000円ぐらいするやつやから。あ、そうなんや。もうちょっとやっぱクッションブーってなるやつとかあるもんな。せーある。てかここが薄くてびっくりした。確かにまあまあでも500円やったらいいね、うん、一回買ってみて。だってこんなんさ、ほんまに一時やん。めっちゃ好き今は。なんか好きよな、座んの。運んでるないつも。でも軽い、確かに、うん、運ぶのにも軽いかも。うち運んでここに置いて、ここっていつも言ってる。ここなんて書いてるの？クックックックって笑ってる感じなんかなっていう3COINS です。で、こちら、これは月のクリスマスプレゼントに買ったヒノキの本棚。本当に木屋さんが手作りで作ってくれる長く持てるっていうヒノキの本棚を買いました。匂うだ。匂う？うん。ほんまや。
近くに行ったら匂い。月は本がめっちゃ好きやから、なんかこう選べる方がいいって言われて、前まではこうしててん、こうして並べててその方が場所も取らんし、確かにしたかったけど、なんちゃら教育もでそうかなの教育方法ではちゃんとこう見えて自分で選んだ方がいいっていうことで、クリスマスプレゼントでこれは買いました。買おうかな本棚、確かに、うん、めっちゃ気に入ってる。これもあの小さい目やねんけど、もっとでかいのもあった。え、これも楽天に載せてます？うん、載せてます。子供のとこにあるかな。でもうちょっと背が高くなったら今あるおもちゃの棚の上に移動しようかなと思って、今は届かんから地べたに置いてる。でもどっちでもいけます。高い。そう、めっちゃ高いねこれ。確かにこれはクリスマスプレゼント以上やも、うん、32,000円。なんでこんな高いのにこれにした？なんかやっぱヒノキのとプレゼント感もあるし、なんか気に入ってん、この色とこのなんか丸みとこの角が全部綺麗に取られてるとことか気に入ってん。シンプルに。でもこれ蜜蝋ワックスとか塗らなあかんね、1年に。いや、そんなんは多分できひんねんけど、雨がだってな、そのレベルのものやの。32,000円やんね。そう、高いねこれ。衝撃。買いました。おい、これは高価ですね。そう、一番高価かも、確かに今日。と、もう一個好きなものはこれ。それ乗ってないな。はい、これも載せてる。1万円ぐらいじゃん、これやったかな。これはブスケットじゃないんや、これ違うねん。海外のものでセレクトショップみたいなとこで買ったってこと？そう、あ、エロディ、エロディやったっけ、キッズ用品。ここのブランドのものめっちゃ可愛い。ここのエプロンとかも人気やん。で、アミもベビーカーに入れる毛布とかマザーズバッグとか使わせてもらってんねんけど、ここが新しくワイルドライドっていうブランドの取り扱い始まったみたいで、これゲットしました。グスケットよりめっちゃこの幅が広い。そう、うん、この幅やっぱちょっとちゃうんかな。これどうやって飲むの？ここお尻やんな。うん、こうしてほんまにこうやな、一緒やな。どう？なんかな、まだなあんまり使えてないねんけど、アウター着てたからすごいアウターの上にこれしてってやるやん。なんか今から夏の方が使いやすいかなと思った。確かに確かに。なんか夏にバリバリ使いたいなって、最近歩くことも増えたんやけど、たまに急にダコダコダコってなるから、うんうん、そういう時にこれめっちゃコンパクトやからいいよな。ちょっと入れれるもんな。そう、ヒップシートとかやったらさ、カバンには入らんやん。でもほんまにこれぐらいちっちゃく、日傘ぐらい、になるから、もうすぐに設置して、はい、じゃあもうおいでで、できるし、デザインも可愛いです。可愛い、千鳥、うん、みたいなにしてみました。これちょっと今年の夏にめちゃめちゃ使うのが楽しみ。コーディネートでも可愛い。そうやんな。っていう子供のアイテムと、じゃあ次は自分のアイテム。じゃじゃーん、可愛いサングラス。これクリスマスぐらいに買ったやつか。あ、そう、これずっと気になってたんやけど、今冬やし使わんやろとかずっとってな、うんうん、でもまああんまりやっぱ冬にはサングラス使わんかったんやけど、めっちゃ気に入ってます。夏にめっちゃ使いたい。横がめっちゃ可愛い。可愛いよな。ここにミュウミュウのサングラス。マジ使ってないよな、うん、数えれるぐらい。あの撮影の時とかたまに持って行ってくれてるか、持ってきたりとかするけど、普段であの冬にサングラスかけるタイミングがない、まあ、たまにめっちゃ眩しかった今日行ったなっていう日あるけど、車やんな、うん、あの一日外で遊んだ日とかはあるけど、ふみはほんま結構毎日かけてるやん、うん、そこまで癖づいてない。でも可愛くてお気に入りのサングラス。これは最近の最新購入品、キャップ。なんかそれさ、珍しい色やな思った、アミにしたら。そうやろ、クラッシュデニムみたいな。そう、ガニーのキャップですね。買ってみたい。可愛い可愛い、似合う、めっちゃ。じゃあもらいます。なんか夏に白 T と被りたい。あー、いいね。結局夏っていいよな、小物可愛いよな、うん、これもめっちゃ聞かれる、まつげ美容液。これ私が行ってるマツパのお店でおすすめしてもらって、アイラッシュリポゾーンって言うねんけど、マツパのとこで買ったら4000、5000ぐらいしたんや。でもその後一回カスカスなってきて、自分でアマゾンで見てん、1000円ぐらいで買ったんやけど、いやでもまあ一回はマツパのとこで買ったよ。でその後はリピートはもうアマゾンでいいかなと思って。でも最初マツパンとかで買わんかった、きっと買わんかったしな。そうそうそう、良さも分からんかった。1000円の美容液で信じられへんもんな、うん、でも1000円な、めっちゃええやん。めっちゃマツパした人にいいねんな。あ、そう、マツパした人にタバカン作ったり、まつげがバサバサにすぐなっちゃうとかいう人はコーティング剤なんで、ずっとこれを朝晩と洗顔後とか濡れた後とかにやっといたら、マツパの持ちが良くなると、タバカンができるので、私はもう2本買って洗面所と
コスメのライトに置いてます。なんか産後アミはネイルは行ってない、ヤフミネイル行ってるんですけど、うん、ネイル行ってないけど松葉はずっと行ってるそうやね、あのメイクをとりあえず時短したい。うん、子供がおるからメイクがほんまに早なって、5分ぐらいね、アミメイクがもうそれに命かけてるから、メイクが時短できることのために、うん、やってます。松葉だけは必ず。そう、そうです。ネイルも行きたいねんけどな、なんかネイルを一回行き出すとオフも行かないとできひんや、うんうんうん、それがちょっとプレッシャーやなって。オフしたいのになかなか行く時間取れへん、どうしようどうしようみたいになるのが自分へちょっと追い詰めるから、うんうんうん、今はまだそこまで余裕がない。これ紹介したことあるかな、みんな。これだけはないと生きていけないってもの、これやしてるしてるしてる見たことあるもん。これだけはないとほんまに生きていけない。その手の動きやって。どういうこと？これやったけど、あ、こいや、これがほんまここ痛くならんの、みんな。手口慣れんねん、開けすぎて。かかこう口に手入れてて、こっちの手とか。え、これ、あれ、みんな何か分かってないやん。あ、糸ようじ、うん、糸ようじ、フロス。そう、フロスなんやけど、このフロスがめっちゃ取れんねん。なあ、言うてんな、うん、ほんまにそこら辺のフロスとか糸ようじでやってみたら全然違う。奥はどうやってやんの、ほんまにできひんねんけど。一回後でやってみる。うん、あの口まず開けられへんねん、私。顎関節症になってて、かがが限界や。いけるいける、慣れる。最初はすごい奥やったけど、よだれとか出てこやん、こっちから慣れんねん、それも出てくるねん、もうめっちゃ出てくるもん。ペッ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 、ほい。もうなんねん、ふみ、ほんまに使いたいねん、かっこいいからかっこいいっていうか、あのこんなに歯磨きする前にするんやけど、歯磨きしてたのに絶対歯磨きじゃ取れてなかった汚れがいっぱいあって。ほんまにそう、うん、だからびっくりするから、うん、やってんで、ふみ、これで。あ、そうな、うん、これでやってんで。全然取れるレベルがちゃうで。旅行とかにも絶対何本かちぎって持って行ってます。おー、すごい。これも、じゃん。これこないださ、あの久々にストーリーに載せたらめっちゃ反応きて、ハンドクリームじゃないけどセタフィルっていうボディクリーム、コストコとかで売ってる全身クリームで、普通にドラッグストアとかでも売ってんねんけど、バリアフリー、あ、バリアフリーじゃん、敏感肌の方にすごくおすすめで。なんてバリアフリーやね習ったな。敏感肌の人ですごい肌が乾燥してるとか、まあ、ほんまにバリア機能の低下、これ見たからや。霧付き、ゴア付き、突っ張り、乾燥の方におすすめです。無香料、低刺激、パラベンフリー、ノンコメドジェニックみたいなんで、ほんま子供も使える。私は子供はこれ、自分は違うの塗ってる。塗ってる。そう。え、お風呂上がったら全身塗る？うん、な、全身塗るよな。なんか旦那が私結構乾燥肌やって、しかも塗るのも嫌っていう、なんかそのベタベタしたくないってずっと出会った頃言っててんけど、見るからにもう肌のバリア機能低下してるなっていう肌やってん、うんうん、ちょっと引っかいたら赤くなったり、もうなんか、あ、やばいなみたいな。粉っぽい感じやった。そうそう、乾燥、ちょっと粉吹いてるみたいな、全身めっちゃ乾燥みたいな感じやって、うん、もうこれは塗らないと治らんでみたいな。まず肌を今なんかこう広がってる繊維をちゃんとこう平らにしないとさ無理やでみたいなのめっちゃ言っとって、だんだん一緒に暮らすにつれて塗るようになったんや、うん、じゃあもうマジで全身カサカサ感ゼロになって、今じゃもうこれがないと旦那は生きていかれへん。無人島に何持っていくって言ったらこれらしい。じゃあそのベタつきはもういけるようになったの？もうベタベタしてないと嫌になったらしい。逆に、ちょっとこうしっとりしてない部分があったら追加で塗りに行ったりしよる。ぐらいほんまにこれを塗ってめっちゃ肌が良くなって、めちゃくちゃこれを気に入ってんねん、うん、で子供にも絶対これの方がいいってって言って、子供も子供用の昔買ってたんやけど、こっちの方がコスパもいいし、うんうん、塗り出して全然子供も肌荒れもなくしっとりなのでおすすめです。冬でさ乾燥してて子供にとか悩んでる人にもぜひ使ってほしい。旦那だってさ化粧水塗った後クリームこれ顔の、ガチ好きじゃない？うん、ノアもでもそれ全部やな、顔も。そうやな。じゃん、これはふみに韓国で買ってきてもらった飲むエルメスという名のリポソーム。リポソームなんやこれ。え、ちゃうか、オーソーモル、なんか名前あるじゃん。オーソーモルって書いてるで、なんか名前あるよな。うん、すごい、初めて開けたけど、なんかついてる。あ、すごい、入れ物ついてた。リポソームじゃないわ、それ入れ、ビタミン持ち運び用。すごい、めっちゃ高級ビタミンやねんな。1本何円？飲むエルメスだよ。2週間で6000円、800円。800円。ビタミン界のエルメスっていうぐらい高級っていう意味で、あ、じゃあごめん、420円。420円。飲むエルメスって言われてるこちらなんですけど、
このさ、ビタミン剤をこのドリンクで飲まなあかんってマキさん言っとってさ、うん、それはきつない、しんどい。はい、ビタミン剤水で飲んでからこっち飲むねんけど、寝る前にこれ飲んだらマジで、クミも言ってたな、寝起きすっきりするって。次の日いつもより30分ぐらい早く起きて早く動ける。わかるーな、うん、もう、あ、起きようってなる。それだけでさ、なんか豊かさちゃうような人生の、うん、なんか朝ほんま苦しい、マジ眠いって起きた朝より、ふっと起きた日の1日って、1日の価値はこれの420円より高い気がする。ほっとおっと、メモメモ。でもケチってそんな毎日飲まれへん。そう、飲まれへん。これは撮影の前日、明日めちゃくちゃ早起きしなあかん日とか。でも飲もうかな、今日から毎日。14日しかないで。いける、そこのとこいける。1日の目玉に420円より高い。これほんまに助けられてる。もう明日は絶対っていう日は絶対飲むようにします。なんか、でもむしろお守りみたいな感じで一箱持ってたら安心やと思う、これ。確かに。ほんまに明日めっちゃ早いとか、それで慣れてもうたらな、体がな、なんか飲んでも全然早く起きられへんだったら辛いもんな、うん、やっぱ慣れるやんな体って。そう、自分のものはそれぐらい。次はアミはキッチン用品のおすすめ紹介したいです、はい、フライパンを買い替えたくてずっと悩んでて、みんなにいろいろ聞いて自分でも調べて、最終こちらのグリーンパンを買った。フッ素樹脂を使わないノンスティッククックウェア、うん、そうです。有害な PA 水を含まない、砂由来と同じ原料からなるやって。フライパンって結局コーティングされてるやんか、うん、でもそれってさ、体焼きとかした時有害物質が出るんやって、火をつけると。でも結局そんな、まあ多少ないけど仕方ないって感じやねんけど、うん、このグリーンパンはそれを使ってないっていうことで、あ、めっちゃいいって思って。でも取っ手が取れるタイプがアミは好きなんでなかったんやん、これ取っ手が取れるやつ、うん、でもなんか去年ぐらいに発売したみたいで、すぐそっちを買いました。これがね、何点セットや、これ8点セットで22,000円やった、うん、このサイズとよりちょっとちっちゃいのと、お鍋とかついて、取っ手もついて、蓋もついてみたいな8点セットで22,000円。でも色も可愛いし、よくない、うん、でめっちゃ滑りいいで。そろそろ私も海外時やな、おすすめ。でも絶対油を引いて使ってって。滑るやつってさ、なんか油引かんでもいけると思うやんか、うん、でも絶対油を引いて30秒ぐらい炊いてから食材を乗せてって書いてたから、そうやってやってます。キッチン用品、次これは載ってないかも、楽天には。これ何でしょう。タイマー。タイマー。これ磁石になってる包丁研ぎ、あーかなと思った。おー、なんですけど、なんか包丁やっぱりずっと使ってると切れ味悪くなって、トマトとか、うん、そうやな、なんかうんってなるやん、なるやん、うん、でこれゲットしたらめっちゃいい、めっちゃ研いだらめっちゃ切れ味良くなるよな、うん、もっとガチの研ぐやつあんで。いやでもそれ結構大変やん。いやでも一生感じる。あ、ほんま、うん、なんかこう重たかって研ぎ石って今まで、でこうすごいのを設置してへっへってやらなあかんと思ってんけど、これ冷蔵庫にペタって貼っててピッて取ってシャッシャッて 2,3 回するだけで研がれるから、うんうん、あ、めっちゃコンパクトで今お気に入り、買ってよかった。キッチングッズ、ニトリ編。ニトリいたん、うん、いつ、旦那さんの実家行った時に連れてってもらって買ってもらった。これさ、毎日使えるスポンジってニトリでめっちゃ流行ってるやん。知らん。毎日使い捨てやねん、これで。何個入ってる、30個入ってるから1ヶ月1個で、もうこれで食器を洗って最後シンクまで洗って捨てるみたいな。いいな。そう、衛生的。なんか流行ってて、ね、結構硬いんや。あ、でもこれはクエン酸バージョンに何個か今日持って帰る。うん、グレーのやつが普通のスポンジバージョンで、それも使ってんねんけど、このクエン酸バージョンがあるって聞いてめっちゃこれが気になってて、セスキバージョンもあんねん、うん、クエン酸は水垢汚れ、セスキは油汚れにいいらしくて、ここに染み込んでんねん。だから水垢をこれでやったらピカピカになるって、電子レンジの中とかにもいいんやって、で買いました。顔ネットあるもんな、ニトリ。うん、これと、これも気になってて、濡れると除菌するペーパータオル。ニトリ。うん、これは濡れたら除菌になんね。
厚手タイプでも、なんかもっと分厚いと思っててんけど、普通のキッチンペーパーぐらいより薄いよ。なんか薄いよな、うん、だからどのタイミングでどういう風に使うと思って、しかもこのイラストではスプレーで濡らしてんな。そうやな、結局な。なんかアミは最後キッチンのなんかちょっとシンクがびちょびちょになるやん、洗い物したと、うん、これで拭いて除菌プラス水気を取ってるっていう感覚で置ったりとか、包丁とかすぐ使いたい時にちょっと濡れてたりした時に除菌プラス汚れを取ってるあ、除菌プラス水気を取るみたいなで使ってるけど、まあまあまあ、そうだったら使いやすいんかな、うん、手洗い後の水分の拭き取りにとかも、これもめっちゃ人気らしい。やば、眠、人の話聞いたら眠なんな、なんかこうあったかくて最高今はい、次もうすぐ終わるよ。こちら鮮度保持ポリ袋、これ M サイズと L サイズがあるんですけど、60枚も入ってるからマジでなくならんで、買おうこれ、うん、Amazon で買った。これほんまに野菜がこれに入れてるだけで長持ちするから、葉物野菜とかってほんますぐ傷むやん、キュウリとかもブヨブヨなるなるやん、レタスとかやばいで、ずっと元気やで。だから毎日レタスをちょびちょび食べたりできる。生で食べるからな、むしろほんまにあれ気になるよな、なんか傷んだら生で食べるのちょっと億劫になるやん、なんかなへにょってなって美味しさもないし、でもずっとシャキシャキやから絶対これは入れた方がいい。これおラスト最近買った、じゃん、リュウジ、リュウジの至高のレシピ本、これ旦那が欲しい欲しいって言って、うん、最近これ見て料理作ってくれる。へえ、ニンニクと味の素ばっかり入ってる。へえでもめっちゃどれも美味しいらしい。はい、そんな感じで私の購入品は、てか最近おすすめいろんなジャンルでいろいろ行きましたが、どう感想は。感想いっぱい欲しいのができた。もう来たの聞いたらなるよな、うん、なんか欲しいなと思いましたはい、じゃあ久しぶりの購入品紹介でした。でこれをまた定期的に頑張ってやっていきます。はい、じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございます。あ、購入品は楽天ルームとかに載せてるので、アミもフミもやってるのでそちらもチェックしてください。してね、じゃあね、バイバーイ、バイバーイ。